はい、それでは今回は混合正規分布について話をしていきたいと思います。今回はですね、問題の解説ということではなくて、混合正規分布というものがどういうものであるかという大体の概要を捉えるっていうことをテーマにしたいと思います。このような形でですね、可視化した状態で具体的な数値をちょっと当てはめていきながら、混合正規分布って、大体こんな感じだよねっていうところを理解していただけるといいかなと。で、それを踏まえた上でですね、今後、混合正規分布を扱う問題を解いたりとか、そこからもう少し発展的な内容となる EM 法っていうところを理解していったりとかっていうための、土台として今回の動画を理解いただけるといいかなというふうに思います。はい、それではまずはですね、混合正規分布とはということで簡単に話をすると、平均が μ1、μ2、それぞれ2つあるということですね。で、分散はともにシグマ2乗の2つの正規分布の混合モデルについて考えようということで、要するにですね、混合正規分布という、字の通りなんですけど、2つの正規分布があると。で、今は μ1、μ2 っていうことで、平均は違う。けれども、分散は同じですよっていう2つの正規分布があって、それを合わせたものを混合正規分布と言いますよというような感じで、ここもですね、イメージで捉えていただければいいかなと思います。で、この正規分布っていうことなんですけど、正規分布のですね、確率密度関数っていうのをちょっと復習しておくと、このような形で正規分布の、いわゆるこのグラフのですね、式がこうあるわけですね。これは別にいろいろな参考書に載ってます。EXP っていうのは E のこの部分がなんとか乗ということで指数に来るっていうところですね。だから、ルート 2π シグマ分の1の E のこれ乗っていうのが正規分布の確率密度関数っていうことになります。はい。で、ここ μi にしてますけど、今ですね、平均は μ1 だったり μ2 だったりしますので、ここは μi ということで、今一般化して代入してあるというような感じで捉えてください。でですね、今回の混合モデル。この確率密度関数の式については後ほどまた触れますが、今回の混合モデルというのを表記してみるとですね、こんな形になるわけですね。まずこの π っていうのと 1-π っていうのが、この n カッコ、n カッコという前にくっついてきます。で、この n カッコっていう部分は n 平均分散、n 平均分散でしたね。つまり、これは何を表していますかっていうと、いわゆるその正規分布ということで、その平均と分散っていう2つのグラフがあったときに、その前にですね、π とか 1-π をかけて、で、合わせた、つまり足し算をしたものが混合モデルというふうになるということですね。なので、ここでまず押さえておいてほしいのは、2つの正規分布がありますよ。先ほど言いましたが、2つの正規分布があって、それを単純に合わせたわけではなくて、π とか 1-π。で、この π っていうのはもちろん同じ数字が入りますので、例えば π が 0.3 っていうことであれば、1-π っていうのは 0.7 というように、合わせて1になるような係数っていうものをかけた上で足す。それを混合モデルと。今回に行けば混合正規分布ということになるということですね。はい。それを捉えていただいた上でですね、今 0.3、0.7 なんていうふうに言いましたけれども、分数で書くことももちろんできるわけですね。なので、ちょっと具体的な例としまして、今回のμ1、μ2 が平均、そして分散がシグマ2乗ということで、それら2つを混合するということでですね、係数を3分の2、としてみて、ということは逆側は3分の1というような感じで、μ1 の方のグラフは3分の2、μ2 の方のグラフは3分の1ということで、係数をかけた上で合わせた混合モデルというものを考えていきたいと思います。で、まずここ名前なので覚えるしかないんですけど、今話をしたこの π っていう数字ですよね。π っていうものを混合係数と言いますよ。要するにこれ割合、それぞれのグラフの値をどれだけ加味するかという割合であり、重み付けだったりしますよね。赤いグラフの方は3分の2加味して、緑のグラフの方は3分の1加味しますよっていう風な重み付けということですね。定数でいうところの傾斜配点といったような感じだと思います。で、それが混合係数という名前がありますよ。ここの言葉もですね、認識をした上で問題を解かないと何のことを言っているのかって話になるので、まあここを混合係数と言いますよ。で、もう一個言葉としては負担率っていうものが出てきて、ガンマなんかで表されたりしますが、負担率っていうものも出てきます。これはですね、可視化したこのグラフを説明した上で、またここに負担率っていう話に戻っていきたいと思いますので、まずはですね、この混合係数っていうものがどんなものなのかっていうことで、ちょっとグラフの中で見ていこうと思います。今回登場したですね、この μ1、μ2 というそれぞれのグラフを今赤と緑ということで表してみました。ですので、この正規分布のですね、真ん中のところ、これをずーっと下に下ろしてきた、ここがまあ μ1 ということになりますし、緑のモデルでいけば、ここが平均ですので、ここをずーっと下ろしてきた、この部分っていうのが μ2 という風な形で捉えてもらえると、それぞれ赤と緑のグラフっていうのがありましたねっていうのがわかると思います。で、それをただ単にこう合わせたっていうことではなくて、π という、1π という係数をかけた上でですね、重みをかけた上で合わせたものがこの真ん中の黒いモデル、つまり混合モデルということになっています。赤、緑、混合モデルっていう形で、赤、緑の間に黒っていうのがあるよということですね。で、まあこれを元にですね、ちょっと話をしていこうと思うんですけど、まずはですね、まあこれ一般化した話ですので、横にですね、こういろんな X の値がある。つまりは、まあここですよね。このグラフの式でいうところの、この部分、X っていうものを当てはめたときに出てくる FX の値、まあつまりは Y の値っていうふうに捉えてもらうと、X1 の時の何か Y の値、混合モデルで言うとですね、X1 っていう値があった時のこの Y の値、Y1、X2 の時の Y2 みたいな感じで捉えてもらって、ある部分に着目をして話をします。ですので、まあ、今回取り上げているのは、この X7 みたいなところで、別に7に意図はないんですけど、X7 の時の混合モデルのこの値っていうのは、当たり前ですが Y7 ということになっています。で、この Y7 っていうライン、縦のラインがありますよね。で、その時のですね、この X7 と固定した時の赤モデルのY の値っていうのが例えば 0.6 だったとしましょう。で、X7 の時の緑モデルの Y の値っていうのが 0.3 だったとしましょうっていうことで話をしていきます。はい。そうするとですね、今回の混合係数、つまり重み付けというのは、赤いグラフのうちの3分の2と緑のグラフのうちの3分の1を持ち出して合わせていこうっていうことなので、赤いグラフの値 0.6 のうちの3分の2を混合モデルに、まあ、重み付けとして与えますよ。で、0.3 のうち3分の1を混合モデルに与えますよっていう感じですね。ですので、y7 というこの y の値というのは 0.6 に3分の2をかけましょう。いいですね。赤のうちの3分の2を持ち出す。そして、緑の 0.3 のうちの3分の1を持ち出して合わせると y7 の値として 0.5。つまりここですね。ここの値が 0.5 という風に混合モデルの値を読み取ることができるっていうイメージが持つことができるかなと思います。もう少しですね、今式でですね、捉えましたけれども、こうグラフの中から、考えていくと、0.6 のうち3分の2を持ち出すっていうことは、ここの値が 0.6、つまりこの幅がですね、こっからここまでの幅が 0.6 あるわけですよね。そのうち3分の2を持ち出して黒に上げるというような感じですね。だから、まあイメージここまでが 0.6、この幅が 0.6 ってことは、そのうち3分の2を持ち出すので、まあなんか、3分の2。大体ですね、大体、黒今関係なくですね、赤だけ見てほしいんですけど、なんかこれぐらい。0.6 のうちの3分の2を持ち出しましょうってことで、これぐらいですね、持ち出していくと。まあ要するに 0.4 持ち出していくってことなんですけど、0.4 持ち出した。そして、0.3 っていう、この幅ですね、この幅のうち3分の1を持ち出すっていうことなので、大体今緑だけ見てほしいんですけど、大体はこんな感じで、このぐらい ?0.3 の3分の1。つまりは 0.1 持ち出していこうと。そして混合モデルとしようってことなので、0.3 のうち3分の1、0.1 このぐらいを持ち出して、0.6 のうちこっからここまで赤だけ見ると0.4 持ち出そうっていうような感じになるわけですね。で、これ持ち出して、まあ合わせると黒になるってことなので、ちょっと赤大きいですね。ちょっと赤大きすぎるので、合わせて黒にならなきゃいけないって考えると、赤はまあこんな感じがいいんですかね。こんな感じ。ということで 0.4 と 0.1 っていうのをこう持ち出して、まあイメージですね、この緑をこう上にガチャンって当てはめて黒としましょうねみたいなところで、グラフからもですね、イメージが湧いていただけるといいかなと思いますね。ということで、今その X7 っていう部分をここに示したんですけど、赤の 0.6 のうち3分の2を持ち出しました 0.4、緑 0.3 のうちの3分の1、赤の3分の2ですね、赤の3分の2を持ち出した 0.4、緑 0.3 のうち3分の1を持ち出した 0.1 ということで、こう積み上げた時に黒いですね、混合正規分布の値 0.5 っていうところになりますよというイメージですね。はい。こんな風でですね、まず混合モデルの値っていうものは π という混合係数を使って出すことができますよということですね。まあなかなかですね、準1級とかになってくるとこんなシンプルな話は出てこないんですけど、あくまでも冒頭申し上げたように、その難しい式を捉える前のイメージとしてこのような計算をしていますよっていうところで、ここを捉えていただけるといいかなと思います。で、こんな形でですね、混合係数がご理解いただけた方と思うので、次ですね、負担率っていうところに行きたいと思うんですが、例えばじゃあ、この7番っていう位置でですね、負担率っていうものを考えると、負担率っていうぐらいなので、実際じゃあ、混合モデルのこの黒いですね、Y7、今で言うと 0.5 っていうところの数字のうち、どれぐらい負担してくれてますか？赤からの持ち出しと緑からの持ち出しの中でそれぞれの黒における貢献度みたいな感じですかね。っていうのが負担率っていう風に捉えてもらうと、ここに書きました。3分の2の赤足す3分の1の緑ってことで、要するにですね、これって赤の3分の2倍、緑の3分の1倍ってことで、黒の混合モデルになってますよね。分母は黒の混合モデル。つまり 0.5 っていう値のうち、赤の3分の2。まあ、つまりですね、この図の通りでいいんですけど、0.5 っていう合計値のうち、赤の持ち出し分っていうのが負担率ですよっていうふうに考えてくれればいいです。なのでまあ、今、式でですね、ここに3分の2赤って書いてあるので、3分の2の 0.6 っていうふうに書きましたけど、要するにこれです。要するにこれ。0.5 のうちの 0.4 という持ち出しっていうのはどれだけ混合モデルに貢献してますか、負担していますかってことで 0.8、つまりは 80% の貢献度であるというふうに捉えることができます。これが負担率ですよね。はい。で、こんなですね、簡単な風には書かないので、まあどんな風にこう出てくるかっていうと、一気に難しくはなるんですけど、ここを頭の中でイメージしてもらえると、そんなに、捉えることが難しいわけじゃないなっていうふうに見てもらえると思います。これ、今ですね、最初、確率密度関数正規分布っていうのはこんな風ですよって言いましたね。で、平均が μi ということで、今回は μ1、μ2。μ1 の方が赤でした。ですので、まあ細かいですけど、ここ μ1 にしてありまして、赤いモデルって思ってください。で、μ2 にしてありまして、こちらが緑のモデルって思ってください。そこにですね、ここにはもちろんありませんけど、そこに π をかけて、1-π をかけて、混合係数ですね。それぞれかけまして、それを分母にしてあります。いわゆるこの3分の2と3分の1みたいな感じですよね。で、かける赤かける緑として、こう分母にしてあるわけですね。で、分のこの3分の2赤っていうのがそのまま分子に来れば、要するにですね、これは赤の負担率。まあ最初、ここでですね、赤の負担率は 0.4 なので 80%、緑の負担率は 0.1 なので、まあ残りの 20% ってなるんですけど、赤ってことで話をしてきましたので、そのまま赤で話をしていくと、これが全体の分母は 0.5 みたいなイメージを持ってもらった上で、そのままですね、π をかけた赤っていうのを分子に持ってこれば、いわゆるこれが赤の負担率ということになりますよね。ガンマ i っていうことにしてありますので、ある値のところ、まあ、例えば今回で言うと7番みたいな感じで、7番のところの、負担率っていう感じですね。そうすると、まあ、ここに xi とかってあった方がいいですね。xi ということで、i っていうことで、統一しておくと、ある番号における負担率っていうのはこんな形で表しますよ。ただし、イメージとして、もうこの式の通りですね。この式の通り、赤の負担率っていうのは、こうやって計算したのと全く同じですよね。それをこう、難しく表現をしていくと、こんな形になるということですね。もう少し言うと、この式においては、これ、分数の計算の、ルールですけど、すべてにおいてですね、同じこの係数、ルート 2π シグマ分の1っていうのがあるので、こんなのがなくても同じことを言ってますよっていうふうに捉えれなければいけません。ということですね。こんな感じで負担率を捉えていただけるといいかなと思います。ただし、まあ本当にここですね、僕が今日お伝えしたいのはこの部分、混合係数っていうものを捉える上では、この上の式がわかると思いますし、負担率っていうのはこの式でわかると思います。で、イメージとしては、ある値にある x7 というところにおけるこの図ですよね。この図とこの式がセットで頭の中に入っていれば、何をしているか、負担率と混合係数っていうものが、より捉えやすくなるんじゃないかなというふうに思います。それを踏まえた上でいろいろな問題、そして発展的なEM 項っていうところを捉えていただけると、少し理解が進むかもしれません。はい、それではですね、今回は混合正規分布の問題ではなくてですね、ちょっとしたこう考え方、概要について話をしてみました。以上です。